好，绝望了，绝望完了，我们要把希望拿回来。你们知道了吧？绝望是这样散播的。この見て、頭の弱い子。我跟你讲，如果还有欲求不满的人，请上 Nico 搜寻索音，他们有拍过很多很多的动漫的 OP 跟 ED， 包含之前很红的晋级的巨人，满满的奇形种。对，他本来是兔兔美，他是被改造的，他是被 黑白熊，他原本是兔兔美，他是被黑白熊改造成黑白美。没有，他们恶搞归恶搞，可是他们真的很认真，你自己看，根本是神技术。神还原，真的超认真的好吗？超帅的。どこだ？貴様は何を望む？やってやろうじゃねえか。よかろう。物語を作ろう。やべえなこりゃ。やってやろうじゃねえか。たくよ。ねえ。私はあのですね。不要叫人家仓鼠好吗？他们是暗黑破坏神呢，干嘛这样？
る？ヒクヒク。いや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 。さてと。やっほー！暗黑破壞神四，太次了。啊！刚刚忘记买技能了啊！我忘记买技能了，还有25可以装欸。啊，算了，整理一下。这很简单啊，就跟一些都市传说，比如说有些都市传说传到后来，哦，那个募集的人死了，重点在这边，募集的人死了，怎么会有东西传出来呢？所以那就是假的，懂吗？
这边。嘿嘿。月面空翻是什么？来吧，では最初に学級裁判の簡単な説明をしておきましょう。学級裁判では誰が犯人かを議論し、その結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きですが、もし間違った人物を黒とした場合は、等一下、实验室的那个遗照好低哦。生き残った黒だけにこの島から出る権利が与えられます。とまあ面倒くさい説明はこれぐらいにして、さっさと始めちゃってください。始めるのはいいんだけどさ、僕は事件の流れをちゃんと把握できてないんだよね。ほらずっと寝てたからさ。ひ、把握したところでどうせ引っかき回すだけだろ。でも、駒枝だけじゃねえぞ。俺もよくわかんねえんだよ。おめえはいいよ。どうせ頭空っぽだし。頭空っぽ？そいつがどうしたってんだ。いいか、頭空っぽの方ごめんだぞ。とりあえずその二人を議論に加えないまま裁判を進めるわけにもいかないから、事件の流れをまとめるついでに第一発見者の日向君に説明をお願いしましょうか。わかったよ。じゃあ絶望病のせいで俺たちが病院組とモーテル組に分かれたところからだ。病院組は病気になった駒江だと美桜だと尾張の他に、積木と九頭竜と俺を合わせた6人だった。残りの5人、私と田中さんと相田さん、それと七海さんと西園寺さんがモーテル組ですね。病院組っつってもあそこに泊まるのは禁止だったから、俺と日向はホテルに帰って寝てたんだ。事件が起きた日もそうだった。俺はホテルで目が覚めたんだ。コテージで寝てたところを積み木に叩き起こされて、駒枝の病状が回復したことを聞いたんだ。すぐに2人で病院に向かって、そこで駒枝の回復を確認した後は、不眠不休だった積み木を休憩室で休ませて、俺は病院のロビーで待機してることにしたんだ。その時だった。まだ約束の時間前なのに監視カメラが受信してることに気づいたんだ。受信スイッチを押して
モニターを確認してみると、そこに映ったのは麻袋をかぶった患者服姿の人物が自分から脚立を登っていく姿だった。すごい、ドキドキする話だね。で、日向君はどうしたの？もちろん止めようとしたに決まってるだろ。急いで病院を飛び出して通信先のカメラが設置されているライブハウスに走った。でも間に合わなかったんだ。等一下，你的 ID 怎么那么奇怪 ？QAQ， 然后又是笑脸 ，XD， 然后又是笑脸，然后什么东西？然后还有一个 SN 是什么东西啦？駆けつけたライブハウスでは。すでに麻袋をかぶった人物が首を吊ってたんだ。すぐに他のみんなに知らせようと思って俺はモーテルに向かった。どうしてモーテルに？ライブハウスから近かったからだよ。それに病院と違って動ける人間が多いからだと思ったんだけど、そこで俺についてきてくれたのはナナミだけだったな。その直後に積木さんやクズリュウ君と合流できてちょっと安心したのを覚えてるよ。俺らは俺らでいなくなったミオダを探してたんだ。私はちょっとだけ休憩した後病気の皆さんの見回りを始めたんですけど、そこでミオダさんがいなくなったことに気づいて、それで慌てて病院を飛び出して、そしたら偶然にもクズリュウさんと会えたので手伝ってもらえないかといろんな形でお願いしたんです。いろんな形で？重点是一代的人都是白痴，当推理都很顺利哦，根本凶手都已经呼之欲出哦，只要有一点小错误发生，一堆全部人都变笨蛋，还是投给苗木，甚至有个笨蛋。誤解されるような言い方はやめろ。その二人からミオダがいなくなったって聞いた俺は、あの麻袋の人物がそうなんじゃないかと思って、すぐにみんなを連れてライブハウスに戻ったんだ。けど、ライブハウスの扉が開かなくなってやがった。仕方ねえから四人でぶち破ったんだ。そうしたらミオダの死体だけじゃねえ、西園寺の死体まであったんだ。しかも柱に貼り付けにされた状態でだぞ。死体発見アナウンスが鳴ったのはその時だ。しかも2回連続だったな。とりあえず首を吊っていた死体を下ろしてあげようって話になったんですよね。麻袋を外してみたら、やっぱりそれはミオダだったんだ。それが今回の事件の流れだね。ありがとう、よくわかったよ。まあ今回の事件で何が問題かははっきりしてるぜ。日向がライブハウスから離れている間に誰が。でも今の話ってどこまで信用していいのかな。ごめん、客観的に聞くとさ、今の話って明らかに怪しいんだよね。だって首吊りの映像を見たのも日向君だけで、ミオダさんの死体を最初に発見した時もそうなんでしょ。我自己这个小坏蛋。だってさ、いくらでも嘘をつけるわね。嘘って
なんで俺が嘘をつかなくちゃならないんだよ。当然自分にとって不都合な真実から僕らの目をそらすためだよ。俺を疑ってるのか。そうじゃないなら証明してほしいな。ほら、証明してみせてよ。君が犯人じゃないってことをさ。进行讨论之前，先去上个厕所。
日向君の証言は明らかに怪しいよ。日向さんの証言が嘘だとすると、ミオダさんが自分で首を吊ったというのは、もちろん嘘ってことになるね。その可能性は否定できねえかもな。だって目撃者は日向だけだもんな。なぜ日向さんが嘘をつくのですか。もちろん彼が犯人だからだよ。日向君が二人を殺したの。それらの死体を映画に見立てたのも全て日向君の仕業だろうね。日向君の証言は明らかに怪しいよ。日向さんの証言が嘘だとすると、ミオダさんが自分で首を吊ったというのは、もちろん嘘ってことになるね。その可能性は否定できねえかもな。だって目撃者は日向だけだもんな。なぜ日向さんが嘘をつくのですか。もちろん彼が犯人だからだよ。日向君が二人を殺したの。それらの死体を映画に見とってたの。それは違うぞ。俺は犯人なんかじゃない。だって俺にはあんな見立てなんて。できるわけがないよね。分かってるって。は？日向君は事件前にあの映画を見ていなかった。それは彼が持っている招待券が証拠だよ。あの招待券は一人につき一枚しか配られないものだし、使った日時もスタンプで刻印されてしまう。脖子你那个小坏蛋。間違いないよね、モノクマ。はい、何も間違いありません。つまり事件前に映画を見てなかった彼に、その映画に見立てた殺人を実行できるわけがないんだよ。それとも彼に映画の内容を話した人がいる？いるわけないよね。ちょっと待てよ。そもそもおめえが言い出しっぺじゃねえか。有没有看过头发？头发是直直的，对不对？可是它不像笔芯一样是一根直直的，它的发尖会稍微尖尖的，尖尖的就比较软一点，因为就是离那个毛囊比较远，那个养分它长不够的那个原因。然后你如果用刮胡刀或是剪刀把它剪断，那前面那个柔软部分不就没了吗？所以变成说只剩后面粗粗的地方，而且那个头发会继续生长，所以为什么会刮越刮越粗，就是因为你把软的地方都剪掉了，所以后来出来的都是粗的。那只是错觉而已。どういうつもりだ？破枝啦，有讲脖子比较有梗啊。よ、今回は君の目撃証言が前提になるみたいだから、まずはその地盤を固めておこうかと思ってさ。ウォーミングアップを兼ねてね。还暖场一下。な、何がウォーミングアップだ？遊びじゃないんだぞ。怒らないでよ。あれこそウォーミングアップが必要だと思っただけなんだ。無駄な時間を使っちゃったね。まあそんなことじゃないかと思ったけどさ。では日向さんの証言は信用できるということで議論を進めましょうか。つうことはミオダが自分で脚立を登ったのも間違いねえんだな。ああ確かだよ。なら決まりだ。ミオダは自殺だったんだ。ミオダが自殺なら誰が西園寺を殺したのだ。自殺とは別の殺人が偶然にも同じ場所でなわけねえもんな。つうかさっきから言ってんだろ、今回の事件で何が問題なのかははっきりしてるってよ。不是啦，
它还是从毛囊那边发根那边长啊，只是说它不像那个，不像一般我们那种非生物那种，就是一长出来就没有，只是往前推，不像自动笔一样，你这样按按按按它就一直出来，不是说它永远都是一样的粗细，是你如果把那个头发拿去显微镜看，它其实是一层一层一层的，它还是属于生命体，是属于有机物，然后它还是会慢慢的长大，而不是说整根都是死的。犯人は日向がライブハウスから離れてる間に西園寺を殺してるんだぞ。我真的很想把他叫做白痴哎、欸，那个白破音字也是破痴，你这个破，你个破痴。だったらそれが可能だったやつをはっきりさせればいいだけじゃねえか。では日向に問おう。貴様がライブハウスから離れていた時間はどの程度だ。うわ、指甲一列、一样会长越长。多分10分もかからなかったと思う。九头龙在第二次审判之后的惩罚的时候，被那个远古用刀斩，差点死掉。10分で西園寺を殺して貼り付けにしたってのか？いくらなんでも無理じゃね？だから犯人はその時間稼ぎのためにあのライブハウスを密室にしたんだろ。ん？密室ってなんだ？犯人はライブハウスの扉を内側から封鎖して俺らがすぐに入ってこられねえようにしてたんだよ。ですがライブハウスの出入り口ってあのドアだけでしたよね。边谷三边谷啊，他名字不是边谷三边谷。それを内側から封鎖してしまったら、犯人も出れなくなってしまいますよ。我忘记，我刚讲什么？その通りだ。つまり、俺らがライブハウスの扉をぶち破った時、犯人はまだ中にいやがったんだ。となればその時のアリバイがねえやつが怪しいってことになるはずだが、それはソニアとソーダ、てめえら二人だ。お前古編の。私もですか？なんだよそれ、なんで俺らなんだよ。他の連中は全員アリバイがあるんだよ。俺とナナミとツミキはイナタと一緒にそのライブハウスの扉を破ってるし、田中はその直前にモーテルでヒナタと会ってたはずだ。真的、我现在是叫饮料忘记叫可乐了、昏倒。还好我在仓库挖到半箱。それに病院にいた終わりと狛江田に犯行が不可能となれば、我觉得高高海苔比较好吃。どっちかとしか考えらんねえだろ。アリバイがない人ならもう一人いるよね。ほら、イダイ君だよ。わしもかー。なんであんたが、冗談ですよね。なんかそういうおかしなことになってないですよね。やめてください。悪い冗談はヨシコちゃんですよ。とにかく犯人がライブハウスに隠れてた以上、その時のアリバイがねえやつらを疑うのは当然だ。なんて悪質な追い込み方だ。こいつが本職の技ってやつかよ。逃债的口信。犯人はライブハウスの中にいたんだ。あの扉を内側から封鎖して俺らが中に入れねえようにしたんだ。犯行時間を稼ぐための行動か。どうやって封鎖したのですか？あのドアに鍵はなかったはずです。鍵なら扉の前に落ちてただろう。
折れたドラムスティックのことか。あれを突っかい棒にすれば鍵になる。そうやって中に隠れた犯人は俺らが集まるのに乗じてひょっこり出てきやがったんだ。まるで今駆けつけたように現れるなんて。2時間サスペンスで見るパターンです。犯人はライブハウスの中にいたんだ。あの扉を内側から封鎖して俺らが中に入れねえようにしたんだ。ああ、設定EG だ。運行時間を稼ぐための行動か。設定EG、設定EG。どうやって封鎖したのですか。あのドアに鍵はな。鍵なら扉の折れたドラムスティックの。あれを使えば。そうやって中に俺らが集まるの。ひょっくり出てき。まるで今駆けつく2時間サスペンスで見るパターンです。犯人はライブハウスの中にいたんだ。あの扉を内側から封鎖。それは違うぞ。ジジアレ。待ってくれ。扉が外から封鎖された可能性だってあるはずだ。外からってどうやるんだよ。中二的啊，因为是索尼子啊，超吵的。ライブハウスの扉にこびりついてた半透明の塊だ。半透明の塊？ゴムコは何かか？そうか。その半透明の塊の正体は一定是口胶，不，一定是粘胶。きっと接着剤だ。接着剤だと？うん、私もそう思うよ。口に入れた時に広がる工作室っぽいケミカルな香り。弾力のない硬いゼリーのような噛み応え。以上の観点から見てもあれは接着剤だと断言できます。接着剤って食えるんだ。普通は食べられないと思いますよ。わあ、吃よ。その接着剤がこびりついてたのは左右の扉が触れる部分だけだった。閉じた扉の隙間から流し込むことでライブハウスの扉を外から塞いだんだろうな。そのせいで扉が接着する面に接着剤の塊が残った。うん、あの状況ともぴったり合ってるね。でも接着剤でくっつけただけだと簡単にドアが破られちゃいますよ。对啊，他刚吃的。別にいいんだよ。然后吃一只说不好吃。犯人の目的は扉が中から封じられたと誤認させることだけなんだし。なんだと？そもそもあのドラムスティックってあからさますぎて不自然じゃなかった？むしろ犯人の偽装工作。そう考えた方がしっくりくるほど不自然だったよね。あのドラムスティックは。犯人がわざとあそこに置いた罠ってことか。じゃあ俺はまんまと犯人の罠にはまっちまってたのかよ。ソニアさんと俺に謝れ。ただし腹をかっさばくのはもう禁止だからな。早く流星梅ですよ。もうノーサイドでいいんじゃないですか。それ黑白梅子手到底有没有绑住。すると犯人は日向が離れている10分程度の間に殺人だけではなく密室まで作っていたというのか。しかも殺した上に貼り付けまでやったんだろう。早技にも程があんだろ。うん、のろまな私には考えられないスピードです。日向君がライブハウスから離れてる間にやるのが難しいなら、じゃあその前にやったのかもね。けど日向が最初にライブハウスに行った時そこにはミオダの死体しかなかったんだぞ。でその後にみんなと一緒に行ってみたら西園寺さんの死体が増えてたんだよね。有黑白熊有说他是伸缩自如的。兔兔美就不知道有没有。でもその時は死体が出てきただけで実際に殺されたのはもっと前だったのかもしれないよ。
应该说兔兔没表示是要进来呢还是要出去呢。もちろん死体が勝手に出てきたわけじゃないよ。自己自己跑出来是僵尸哦。はい、これがその証拠だよ。ん？その厚紙の切れ端はライブハウスの照明バトンに挟まっていたものか。そうなんだけどさ、そもそもこの切れ端って何なんだろうね。答案是 BB。 よし、わかったぞ。その切れ端って倉庫にあった壁紙の一部なんじゃないか。ライブハウスの倉庫にはその切れ端と同じ色の黒い壁紙があったはずだ。あの壁紙も端の方がちぎれてたよな。だとするとそうなんだよ、照明に引っかかってた切れ端とその壁紙のちぎれた部分も合わせているよね。ほら、見事に一致するんだ。なるほど、照明バトンに引っかかっていた紙の切れ端は本当はその壁紙の一部だったのですね。で、それがどうしたんだ？西園寺の死体が現れたことと関係あんのかよ。好屁屁不同吗？东方闪电，再来一个保险涂抹捷径。断开魂结，断开锁链。簡単に見破るほど優秀なみんなならきっとすぐに分かっちゃうはずだよ。去吧，柯南！我干，怎么时候有跳跃了？去吧，柯南！呜呼！呜呼！阿干！哪有人跳跃键放在三角形的啦？你跟我说，哪一个动作游戏的跳跃放在三角形？跳你妹！超弱七的，对没？哪有人跳放在三角形？莫名其妙。我看，
不是啊，设计根本有问题嘛，哪有人三角形是跳的啦？俺たちが見つけるまで、西園寺の死体はずっと隠されてたんだ。だが、耶，我有十分。柱に貼り付けにするだけでも、かなりの時間を要するはずだ。むしろ最初から貼り付けにされてて、その柱ごと壁紙で隠したんじゃないか？ああ、柱ごとだと。ああ、犯人は柱の周りにあの壁紙を巻くことで、そこにもう一回り大きい柱を作ったんだよ。最初に俺がミオダの死体を見つけたとき、西園寺の死体はすでにそこにあったんだ。あんたあった。ただ一回り大きい柱に隠されてたせいで気づけなかっただけなんだ。落葉不完美、要扣分。落葉太瘦了、落葉不完美。気づけなくても胖一点。ミオダさんの死体の方に目がいっちゃうのは当然なのよ。その壁紙を吊るすのに天井の照明バトンを使ったのですか？照明バトンは柱をぐるりと取り囲む構造だったし、そうやって使うにはぴったりだよね。じゃあ壁紙にステッカーがいっぱい貼られていたのはあの柱と似せるためだったんですね。犯人はそうやって西園寺の死体を隠しておいて、ライブハウスから離れた隙に壁紙を剥がしたんだ。でも犯人はそこでミスを犯した。うっかり壁紙の一部を切っちゃったんだよ。そのせいで照明バトンにその切れ端が残っちゃったんだね。きっと犯人も相当急いでたんだろうね。もたもたしてたら日向くんが戻ってきちゃうからね。人非圣贤、人非完人。你我皆凡人。柱ごと隠すなんて大胆っていうか、なんでもっていうか。ああ、犯行の難易度はぐんと下がるよね。日向くんがいない間にやるべきことが少なくなるからね。壁紙を剥がして倉庫に放り投げておくだけ。そこに密室トリックを含めても大した手間じゃないよ。不告诉、才不告诉你呢。だったら実際に西園寺が殺されたのはいつだったんだ？そうだね。それを明らかにするためにも、そろそろ例の見立て殺人についてはっきりさせておこうか。さっきから言ってる見立て殺人って何ですか？他的手伸了进去了。嘘だろ？見てないの？あの名作モノミの魔法使い 2.5 でよ。勝手に私を出演させないでください。うるさいな、主食がマリモのくせに。食べないよ、マリモは干渉するだけだもん。やっぱりあの見立てって意図的なんですよね。共通点が多すぎますもんね。お、北海道绿藻球我之前有养过耶。我每天都给他倒一瓶冰的矿泉水。养那个超贵的。昔と同じだ。等下是抽奖啊。それに西園寺が貼り付けにされて死んでたのも2番目に死んだライオンと同じだったな。どちらも映画の筋書きをなぞったような犯行だ。バラバラにされたブリキの木こりは残っていたから。 2.5D けど犯人はなんでそんな面倒なことをしたんだ？犯人が見立て殺人をした理由なんて今となっては大して難しい謎じゃないはずだよ。そうか、犯人が二人の死体を映画に見立てたのは殺害順序の誤認をさせるためだったはずだ。
じゃあ実際に西園寺が殺されたのはミオダよりも前ってことか。そう考えるのが妥当だろうな。兄ちゃんちゃんだ。うん、妥当だね。ミオダさんの死体の状況もそれを物語ってるしね。我不知道水晶宝宝是什么，不过我养的绿藻球是活的。いつの死体の状況がだと。是绿藻球，不是索隆头，不是索隆的头。泣いて頼まれては仕方ない。そのミオダの死体の状況とやらを聞いてやろうか。泣いてないけど。後で好きなだけむせび泣かせてやる。俺様の気が変わらんうちにさっさと話せ。なんつー上から目線だよ。そっか、教えてほしいんだね。私の言葉の意味がわからないから教えてほしいんだね。わからん。さらに上から目線だと。超中二だ、俺も。ほら、ミオダさんって首をつって死んでたでしょ。喵丸重伤了。喵丸被空气那个哆啦A梦的空气炮打伤，所以被送入24小时那个夜勤病栋啊，不，24小时医院。つまり彼女の足が地面についてたのは彼女がまだ生きてた時ってことになるよね。それがどうした？哎，我还买一个小型冰箱给他住，哎，就后来死掉了。でもね。西園寺さんが殺された時、ミオダさんはまだ立ってたみたいなんだよね。だから西園寺さんはミオダさんよりも前に殺されたってことになるんだよ。軽いな。貴様の言葉はシルフの羽のように軽いぞ。我真的不知道水晶宝宝是什么。相手が悪かったな。その程度で俺様を惑わそうなどと肩払いたいわ。ああ、めんどくせえモードに入っちまった。大体。乌鸦在爆我雷了啦！你真的想被弹蛋蛋是怎样？地面についていたというが。千里眼ごときも使えぬ下等生物になぜそんなことがわかる。
我用手机看看得到，请大家敢用手机看。彼女が地面に足がついてないとできないことをしてたからだよ。我推论是有大手开台，造成萃取的伺服器没有办法转换画质，所以除了不太吃运算的低画质跟我上传的原始画质以外，它要调高低的那个伺服器没办法运作，我猜是这样，应该是萃取没有办法消化，是你看是不是有大手开台？
超可怕了。我继续啊。貴様には痛々しい妄想癖があるようだ。中二说别人中二啦。おめえが言うか。西園寺さんが死んだ時、三尾田さんの足は地面についてたんだよ。その根拠を提示しろと言っている。あいつが歩いてる姿でも見かけたか。地面に足がついていたということは、何かを踏んだ後でもありましたか。それに賛成だ。你刚刚一直都在，我干嘛跟你说啊？ミオダはあるものを踏んでたんだ。それは血痕だ。あいつの足の裏にはうっすらと血痕が付着してたんだ。これはミオダさんの血ではありませんよね。彼女には外傷がなかったですもんね。だったら西園寺の血ってことか。西園寺の傷って首の致命傷だけで、しかもほとんど即死だったんだよな。そんな血を踏んでいたということは、西園寺が致命傷を受けた時、三尾田はまだ地面に立っていたってことだ。つまり西園寺が殺された時点では三尾田はまだ生きてたんだよ。邪眼の力をなめるな。おう、这斜眼干什么啦？这个中二。その程度か。お里が知れるぞ。日向を始めよう。な、何か反論があるってことか。何か反論があるってことか。いいセリフだな。だがいいのか。俺様が本気を出せば世界は滅亡するやもしれんぞ。怯えて声も出せんか。どうやら格の違いを思い知ったようだな。だが断罪の時はここからだ。せいぜい楽しませてくれよ。インさん、不要白目啊！インさん。我干，不要这个了。ミオダの足の裏の血痕が西園寺のものだと。はあ、ありえんな。あの現場をよく思い出してみる。床に血痕は、現場になかった血を踏めるはずがない。じゃあいい悪夢は見れたかな。ミオダの足の裏の血痕が、はあ、ありえんな。あの現場をよく思い出してみる。床に血痕は、現場になかった血を踏めるはずがない。没看到。ジャスト一分くいい悪夢は見れたかな。三零二人组的梗啊。你做了噩梦了吗？你是美瞳丸吗？自以为美瞳丸。ミオダの足の裏の血痕が西園寺のもの。はあ、ありえんな。あの現場をよく思い出してみろ。床に血痕はなかったんだよ。地上没有血迹。しまった。ミオダの足の裏の血痕が西園寺。はあ、ありえんな。あの現場をよく思い出してみる。床に血痕は、現場になかった血を踏めるはずがない。いい悪夢は見ろたか。ミオダの足の裏の血痕が西園寺のものだと。はあ、ありえんな。あの現場をよく思い出してみろ。
床に血痕はなかった。断胎魂劫。切らせてもらう。そうじゃない。床に血痕がなかったのは後で犯人が拭き取ったせいなんだ。ふざけたことを抜かすな。そんな根拠などどこにも。あったんだよ。よく見るとうっすらとだけどステージ上に血痕を拭いたような跡が残ってたんだ。犯人が西園寺さんの死体を隠すときに一緒に床の血を拭き取ったんだろうけど、その前に三尾田さんが踏んじゃってて犯人もそれに気づかなかったんだろうね。その床の血を拭いたのも殺害順序の5人のためなんだよな。いくら西園寺の死体を隠したところであいつの血痕が残ってたらまずいもんな。その時に表に出てる三尾田の死体には血が出そうな外傷なんてねえからな。きっと西園寺さんの死体をガムテープで巻いたのも彼女の出血を止めるためだったんじゃないかな。まあ本来は心臓が停止すると出血しなくなるのであそこまでする必要はないと思うんですけどね。積木さん以外には馴染み深い知識ではないのでおそらく犯人も知らなかったのでしょう。もしかしてライブハウスの暖房が効いてたのも積木の検視をごまかすためか。そうなんです。あの暖房のせいで死亡時刻が分からなくなっちゃったんです。死亡時刻がモノクマファイルに記載されてなかったのも確実な証拠を俺たちから隠すためと考えれば。うん、これだけの根拠が揃えばもう異論を挟む人はいないよね。いい悪い。じゃあ決まり。西園寺さんは三尾田さんよりも前に殺されたんだよ。どうやらここは一旦引いた方が賢明のようだ。いいだろう。善だの悪だのに関係なく貫き通した信念には偽りなどないのだからな。黙って引き下がれねえのかって。それでは議論を再開させましょうか。あ、ちょっと待って。その前にモノクマに確認しておきたいことがあるんだ。え、またかよ。前もそんなことなかったか。ねえ、被害者が自殺だった場合って僕らどうすればいいのかな。同じだよ。いつもと同じように犯人に投票してくれればいいだけ。考え方としては自殺も立派な殺人なのです。自分という大切な存在を殺してしまったわけだからね。残念ながらプロへのお仕置きはなくなっちゃうけど、ま、その時は物見をお仕置きすればいいだけか。なんで私が两只手都跑出来。あの、駒枝さん、被害者が自殺だった場合というのは。いや、西園寺さんはともかく三尾田さんは本当に殺されたのかなってさ。其实最可怕的是黑白熊吧。例えば三浦さんが西園寺さんを殺した後で自責の念に駆られて自殺したのかもしれないでしょ。ありえねえだろう。だったら最初から殺してねえって。彼女絶望病にかかってたんだよ。何があっても不思議じゃないと思うんだけどな。でも三浦さんが犯人だとすると殺害順序の5人トリックができなくなるよね。日向くんに首吊り死体を目撃させた後で西園寺さんの死体を出現させたってことは、犯人はその時点ではまだ生きてないといけないはずだもん。没有自殺怎么擦血迹。他是先擦的，因为西园是先死啊，他后来才自杀的。最初に日向くんが発見した時の三浦さんはただ死んだふりをしてただけで、日向くんがいなくなったのを見計らった後再び動き出して偽装工作を行ったのかもよ。首を吊ってたんだぞ。死んだふりもクソもねえだろ。それに死んだふりをするならわざわざ首吊りなんて選ばない。無防備に吊るされた体を触られたら
それだけで計画が台無しになっちゃうじゃん。そっか。ということは、あの二人は間違いなく誰かに殺されたんだね。よかった、これで心置きなく犯人探しができるよ。哦，伯母，你不要来乱好吗？臭脖子！なんだそれ。あ、だけど一つだけ疑問が残るな。没有，所以ミオダさんが自殺じゃないとしたら、ひなたくんが見た映像って何だったのかな？不然就是有人看到他自杀，然后去。医院帮他掩饰，想要搞乱，是吗？ひなた君が見た映像だと、ミオダさんって自分から脚立を登ってたんでしょ？じゃああれも誰かにやらされてたってこと？やらされてたというのは、まさか催眠術などを使って？そんなの僕にはわからないよ。自信満々に言ってんじゃねえよ。方法はさておき、犯人が何かをしたのは間違いないみたいですし、だったらそれが可能だった人を割り出すのも一つの手なんじゃないかなって思ったり。アリバイですね。アリバイから崩していく作戦ですね。日向さんが映像を目撃しているわけですから、犯行時刻もはっきりしていますしね。あ、その前に確認なんだけどさ、あの監視カメラって録画機能とかついてないよね。安物の監視カメラだぞ。録画機能なんて立派なもんがついてるわけねえだろ。じゃあ日向さんが見たのは間違いなくリアルタイムの映像なんですね。日向がその映像を見た時間帯は、俺が病院であの映像を見たのは朝のモノクマアナウンスの直前だったな。実際ライブハウスで死体を見つけたのがモノクマアナウンスの少し後だったんだ。ミオダさんが首を吊ったのはモノクマアナウンスの直前で、一方の西園寺さんはミオダさんよりも前に殺されたことがすでに明らかになっているわけだから、つまり朝のアナウンスとそれ以前が二人を殺害した犯行時刻になるわけだね。その付近のアリバイがない人を見つければいいんですよね。ではここに命じます。アリバイから崩していく作戦開始します。病気だった僕とオワリさんは除外だよね。で、他の連中はどうなんだ？朝のアナウンスより前なんて、まだモーテルの部屋で寝てたっつーの。モーテルにいたみんながそうだと思うよ。モーテル組は揃ってアリバイなしか。そっちはどうなんだよ。俺はちゃんと自分のコテージにいたぞ。それではアリバイにはならん。病気で寝込んでいたお二人以外に全員にアリバイがないとなると、アリバイから崩していく作戦は失敗です。病気だった僕とオワリさんは除外だよね。で、他の連中はどうなんだ？朝のアナウンスより前なんて、まだモーテルの部屋で寝てたっつーの。モーテルにいたみんながそうだと思うよ。モーテル組は揃ってアリバイなしか。そっちはどうなんだよ。俺はちゃんと自分のコテージにいたぞ。それではアリバイにはならん。病気で寝込んでいたお二人以外に全員にアリバイがないとなると、それは違うぞ。待ってくれ、アリバイがないのは全員じゃないんだ。実は俺と積木にはアリバイがあるんだよ。お二人にアリバイが？例の首吊り映像を見る直前まで俺と積木はしばらくずっと一緒だったんだ。
朝だって一緒に起きたんですよ。おい、どんなシチュエーションだ。うっかり日向さんの上に乗ったまま寝ちゃいました。七海无言的，七海无言的，他没背叛。七海表示：“我都把胖子给你了，你还搞外遇，你完蛋你！”ごちそうさま。ごちそうさま。そうじゃない。小前田の病状が回復したのを教えに来てくれただけだ。そのまま二人で病院に向かったので、アナウンスが聞こえる直前まで一緒だったんです。わかったよ。おめえらにはアリバイがあるってことでいいよ。とすると犯人はそれ以外の誰かってことか。そう考えた方がいいだろうね。そもそも犯人が殺害順序の5人をやったのだって、その実際の犯行時刻を隠すためだし。朝のアナウンスとそれ以前のアリバイが重要なのは不可避な事実というわけか。うむ、アリバイから崩していく作戦のせいで逆に追い詰められてしまったような。我也想拿其他人的胖子啊，对不对？可是你看，因为我第一回是跳过，所以现在好感度不高。接下来最有可能拿到就是公主的，那还有谁的？找个男的来试试看好了。要找谁？要找一个看起来不容易死，下一回就死就完蛋啦、啊，对不对？公主剩两次，其他人都一。找黑白美好。七海是下一张的凶手。でもさ。あの見立て殺人の意味って本当にそれだけだったのかな。殺害順序を5人させることで犯行時刻をごまかし、それによって自分のアリバイを隠す。好、若叶、你根本失心、失心啦。あの二人の死体を映画に見立てた理由って本当にそれだけなのかな。他にも目的があったっていうのか。僕なんかの言葉で混乱させて申し訳ないけど、なんかそんな気がするんだよね。犯人の本当の目的は殺害順序の5人じゃなくて、もっと別のところにあったんじゃないかって。要休庭了吗？休庭啊！呀！ユミティ！那个兔兔美已经被做成那个精美的商品了，请购买枪弹辩驳二再见了绝望学员的限定版，他有送兔兔美的吊饰。黑白熊说，我听说有对机器兄妹是妹妹比较优秀。啊，哥哥。
いだよ。それって誰のことですかね。さっぱり心当たりないですよ。要装傻。我想买那个之前出的那个黑白熊那个超大的那个玩偶。あれ？なんか急に静まり返っちゃったね。超越一比一，黑白熊那个超越一比一，超大一只。もしかして混乱させちゃったかな？だとしたら自己嫌悪で死んでしまいたくなるよ。我记得到3:1还是4:1的，超大只。また始まった。そうだ、せっかくだから僕も殺してくれればちょうどよかったのに。そうすればあの見立てだって完璧になったのに。むしろどうしてそうしてくれなかったのかな。まあ3人殺しちゃうとルール違反なんだけどね。そんなルールなんてひどすぎるよ。おかげで僕は殺してもらえなかったじゃないか。应该是被杀的，因为他好像要自己逃走。もういいからおめえは黙ってろ。ずっと黙ってろ。这么乖。でも改めて考えてみると、確かに中途半端だね。映画通りに3人殺さなかったことがか。モノクマのルールがあるんだから仕方ねえだろ。それだけじゃなくてさ、ほら、あの映画の内容を思い出してみてよ。等一下、刚刚讲解黑白熊讲解规定的时候、左右田有没有在？左右田刚刚有没有在？刚刚讲解规定的时候是七海在逼问黑白熊，所以是七海、醉木跟那个主角日向在。所以左右田是凶手咯。二番目に殺されたライオンの方なんだけど。如果黑白熊是用哆啦 A 梦的设定的话，那他高是 129.5， 体重 129.5， 腰围 129.5， 129.5 公分。可是那只要卖的那只比129还大只，2:1吧。对，所以有人爆梗了。你看，这个也是后来追加的啊，之前没有。好，这里刚刚追加的十二，现在有了十二这条有。这么跟你说好了，哆啦 A 梦的身高是忘记几年了，日本小学生，忘记几年级，好像三年级的平均身高。不要问这个啦。西園寺の見立てに使われたやつだな。見立てって言うけどさ、あのライオンって弓矢で貼り付けにされてたよね。だけど西園寺さんの死体で貼り付けに使われたのってどこにでもあるようなガムテープだったよ。
弓矢で正確に見立てるのが大変だから身近な代用品を使ったってだけじゃないですか。まあそうなんだろうけど、その姿勢が中途半端だなって思うんだよね。殺害順序の5人が最初から犯人の計画に盛り込まれてたものなら、それ相応の準備をした上できっちり正確に見立てをするはずだと思うんだよね。まあ中途半端な見立てで気づいてもらえなかったら、その計画自体が無意味になっちまうしな。で、何が言いたい？あの見立ては計画的ではなかったとでも？っていうか、西園寺さんの殺人自体がね。何？あの、見立てが不十分なのは分かりますけど、さすがに飛躍しすぎじゃないですかね。見立ての不十分さだけじゃないよ。他にも不自然なところがあるからそう言ってるんだよ。不自然なところって、なんだ？例えば、西園寺さんがどうしてライブハウスに行ったのか、とかかな。そこに、あの殺人の真相が隠されてるってことか。つっても、見当もつかねえけどな。公主？だが、なかなか楽しくなってきやがったな。破壊神暗黒四天王もたぎっているぞ。サイオンジさんがどうしてライブハウスに行ったかなんて、そんなのわかるわけないですよ。犯人に呼び出されたんじゃねえか。それが違うってんなら、犯人に連れ去られたとかかもな。いえ、もしかしたらご自分から向かったのかもしれません。ほとまた、ああ因果律の意思により導かれたのだ。北七よ、もり北七よ。それがわかるわけない。犯人に呼び出されたんじゃねえか。それが違う。犯人に連れ去られたとかかもな。いえ、もしかしたらご自分から向かったのかもしれません。それに賛成だ。ソニアの言う通りだ。あいつは自分の意思でライブハウスに向かったんだ。やはり